ございます。ウィリーです。ここはね、大阪国際空港、伊丹空港のすぐ脇にある千里川というこの小さな川の堤防なんです。そこにやってきました。時間があまり今日はね取れないので、午前中1、2時間だということなので、まそれじゃあ近所でちょっと飛行機見てこようかなっていうところです。それから飛行機が来るまでの間ちょっと最近変えたところをカスタムでねいじったところを紹介させていただきます。まあこれお決まりのパッドですよね。それからこれがクリップ式のハンドルグリップウォーマーですね。パチンと止めるだけなんですけどね。はい。まあね、ハンドルカバーつければねいい感じですよね。それからステッカーをこんなの貼りました。それからこんなのも貼ってます。ちょっと増えたかな。それからこの辺おなじみのね、はいステッカーです。それからね、これですね。これは何かというと、エアバッグのベストの、まあ、スイッチっていうのかな、安全、これがスポンと抜けると、ブッと膨らむというやつですね。そんなふうな感じですね。あと何かな、ヘルメットのシールドをミラーにしました。映ってますね。こんなおじさんですが、こんな野郎ですが、はい。ちょっと品がないという声も聞こえそうですが。はい。それから、スプロケットとチェーンを新しくしました。昨日やっと、ちょっとチリ浜の砂をやっと落としてきれいに磨いたので、はい。掃除の跡がこんな風に残ってますけどね。もう少しきれいにやれよなという、はい。そんなとこですね。まだ山があるでしょ？ミシュランのアナキーワイルドです。あ、それから、エンデュリスターのバッグつけるにあたっては、まあ僕のね、MD の44なので、こんだけ空間があるので、はい、大丈夫なんで、ね、小さいですしね。知り合いの MD の47の新型の方乗ってる方の写真もちょっとここに入れようかなって思いますけども、はい、よろしくお願いします。まあこんなとこですね。あ、そうそう、マフラーのね排気がここをねよく汚しちゃうんですよ。なんていうのかな、黄色く染まってきます。ヤニのようなね。あ、自賠責がもう期限来てましたね。ちょっと継続してきます。雑談してますね。こんな感じの、はい、バイクです。まあおなじみのサスペンションはテクニクスさんの、前後入れ替えてあります。はい、後ろもですね。ローダウンよりも少し高い。しかし S タイプの高い方よりは少し低いと、足の短い私にぴったりです。こんな感じですね。はい、ブログはこれでおしまいです。いつも最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。